皆さん、ただいま。ただいま。ただいま。はい。コンビニ行ってます。はい、コンビニ行ってます。これも台本通りです。台本通りね。はい、本当すいません。台本、ね、作った人誰だろうね。今日は10分押しところです。はい、10分押しなので、1時10分までやるので、はい、1時10分までよろしくお願いします。はい、その話の途中でね、ちょっと止まっちゃったんですけど。はい、何でしたっけですか。ギターの話です。あ、はいはい、そう今ね3種類ぐらいギターを用意しまして、はい、まあまあ、音とかねどういう音が知りたいとかっていう人が、まあ、いたらですね、あ、完全に言っちゃえばストラトキャスターはエリック・クラプトンを聴いてください、はい、で、レスポールだったらジミー・ペイジ聴いてください、はいはいはい、で、こういう、ね、エレアコとかこういう小物系を聴きたいって言ったらブライアン・セッツァーを聴いてください、はい、今歌ってた名前を聞けばもうサウンドすぐ分かりますから、はい、ただ初心者にはできればこのレスポールタイプはですねちょっとネックこの持ち手ですね、この持ち手がちょっと太いんでちょっと初心者向きじゃないかなっていうのはあるんですけど、うん、まあだから弾きやすさを求めたければ、まあ、最初はストラトキャスターを買うのが無難ですね。なるほどね、はい、実際にね、レイチェルのは、まあ、エリック・ラプトンが憧れて、はい、多分ストラト買ったと思うんですけど、鉄板の皆さんはもうギターを買ったそれ経緯とかどういった選び方で選んだんですか。僕はあまり音の良し悪し正直よく分からなくて、はい、でまあ握った時にピンときたら車を多分中古車選ぶみたいな感じに近いと思うんですけど、超可愛いと思ったらもう安くても聞きにくくてもやっぱり触るからね、はい、そうなんですね、そうそう上手になるだろうし、やっぱりこの、ね、一番ねギタリストが触るからここの触り心地ってすっごい大事なんですよ。大事ですね。平べったければいいっていうもんでもなくて何かありますよね、うん、まだその人の手に合ったものっていうのもね、うん、だからギター選びっていうのは慎重にやった方がいいですけどね。なるほどね、はい、そういうことで皆さんもギターを選ぶときは、はい、このね、自分の、ね、手に合ったものというか、まあね、はい、もしちょっと太いのが無理だったらストラトキャスターというものを、ね、選んで店員さんに言ってちょっとストラトキャスター弾かせてくださいって言ってくれればね、楽器屋さんに弾かせてくれますか、それで触ってみて、あ、弾きやすいなと思ったらそれを買えばまず最初はいいんじゃないですかね、はい、なんか映像が戻ってないね、ってきてるかな、はい、映像が流れてないのかな、もしかして声だけですか、ね、声だけかな。チャッカーさんはどうでしょう。皆さんどうだろう。皆さん、見えてますでしょうか。見えてますか。見えてるのかな。見えてます、ね。あ、戻ってますよ。あ、よかったよかった。なんかアイバニーズはネックが薄くて弾きやすいですよねって。そうなんです。すごくネックが薄くて弾きやすいです。そのまま言っちゃった今。はい。そのまま。でもそういうことですもんね。そうそう。それがね、そういうギターが多いですね。はい。テクニカル系のギタリストはアイバニーズっていう銘柄を持ってる人が多いんですよね。早弾きとかね、する人は、はい、なるほど。なんか全然関係ないんですけど、来週の28日のデセオでのライブの日は前回ね、前回じゃないか、全然前回ぐらいに来てくれたひろこさんのバースデーらしくて、はい、みんなで祝いましょうって調べて、ちゃんと調べて、はい、調べてくれたんですね、はい、スーラーメンさんありがとうございます。はい、ひろこさんのバースデーを、はい。じゃその時はね、レセオンでのライブ皆さん行ってあげてくださいね。ひろこさんが、はい、歌いましょうか、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー、お、歌ってくれるんですか。ハッピーバースデートゥーユー。おー、すごい綺麗。笑うとこだったんだけど、出ちゃった。リアルに。ちょっと、ちょっと、すぐ合わせた。おかしいな。すごいいい感じですよ。びっくり。なんか、こっちは真っ暗ですよ。あら、あ、リロードかちょっと待ってれば出るかもしれない。あ、なんかもう少し待ってれば出るかもしれないということなので、ちょっと待っててください。あとは画面更新してみてください。マサさん、画面更新お願いします、はい、ダンプさんは、お、映った、映ってる人と映ってない人がいるみたいなので、映ってない人はね、更新するかちょっと時間を空けて見てみてください。メガネを突っ込んでください。いや、みんな気づくかなと思って、書き込みはちょっと待ってたんだよね。そう、書き込み待ってたんだけど、みんな気づかなかったかな。限界です。最初とね、うん、最初と、そう、停電してる間に、停電してる間に、そう、停電してる間にメガネチェンジしてました。メガネチェンジして、ショーチェンジなので、メガネチェンジして、
帽子までね、かぶられて、はい、もうみんな気づかないとダメじゃん。笑わなくてもいいです。そんな面白くないです。めっちゃ向こうで爆笑してる。もうみんなね、パソコンの前で笑ってますよ、きっと。はい、ありがとうございます。なんだとって言って、あのイドさん、わかんない、読めないけど、醤油ラーメンさん、おー、ネタ仕込んでたのか。そうです。ゲンコツさん、再接続、よかった、戻りましたね、きっと。メンバーのメガネが入れ替わっとる。遅い、気づくの遅いわ。もうネタ話したわ。はい、俺は見えてる。はい、皆さんね、どんどん戻ってこられて、はい、はい、戻った、マサさん、ありがとうございます。ということでね、もうそろそろセッションの時間なんですけど。そう、緊張しますね。始まりますね。あのね、もうさっきね、一回停電になったからね、そこでちょっとリラックスして忘れてましたね。今ドーンと構えて、はい、ドーンと構えて、ドーンと構えて、うん、じゃあそろそろいいですかね、セッション、はい、セッションの今月もね、山口百恵さんのプレイバックを出してもらいますんで、はい、じゃあ頑張ります。やっていきますか。はい、あーもういいよ、もうかっこつけなくて。はい、あ、治ったギータンでレイチョでよろしく。はい、頑張ります。We'll be right back.
今日も白熱しましたね。はい、すごい楽しかったです。いや今日はなんかすごいセッションしてて、ま、なんかみんなね見てましたけど、はい、どうぞどうぞどうぞ、はい、あ、どうぞどうぞ座ってください、はい、書き込みはね、すごいじゃないですかね。ダンスタイムがない。ダンスタイム立てかけとけば、お、危ないぞ危ないぞ危ないぞ。死んじゃうよ死んじゃうよ。もうね、はい、どうでしたセッションコーナー、鉄板さん。いや緊張しましたよ。いやちょっとごめん、緊張したけど、でもやってる最中すごい楽しくて、今日はちょっと見えたよね、お互いのアイコンが、はい、なんかちょっと余裕が出てきたね。ちょっと3回目で、はい、はい、ということでね。お、みんなさん、レイジョルかっこいいってくれてる、ありがとう、すごい嬉しい、決まってる、ありがとうございます。はい、ということで、あっという間のね、1時間でしたね。早かったですね、今日は。あ、もう本当になんか途中、ちょっとまあ止まっちゃいましたけど、はい、なんか全然その感じないくらい、 あ、ね、あっという間でした。あっという間で、はい、私の番宣をしてもよろしいでしょうか。お番宣ですね。番宣というバンド宣伝ですね。番宣の番宣です。はい、では、じゃんじゃんじゃん、私がちゃんとね、書いてきましたよ。1番、キャパ、山岸新世界の光の中で、なんて言えばいいんだろうな、山岸先生の、はい、写真家の山岸先生のラジオをやったんですけど、はい、その風景というか、はい、そういう話をしているところが、キャパというね、雑誌に、これですね、キャパという雑誌に載っていて、そのあレイチェルのね、DVD とかもね、撮影してくださった先生ですよね。そうなんです、はい、その先生との ありがとうございます、すいません、このね、載ってるので、会話などね、いろいろ書いてあるので、ぜひぜひ丸ごと、はい、見てみてくださいというのとですね、任天堂ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん買ってくださいね。あとは Nintendo 3DS いつの間にテレビっていうのが毎週土曜日曜に配信されてまして、スピニッテレジェニックという番組なんですが、これがなんと10月23日広瀬玲奈の私の化粧法というね、番組というか、なんだろう、題名で配信されてまして、私がどうやって普段化粧してるのかが分かるという、はい、ね、あんま見たくない、見なきゃ見なきゃね。でもね今ねお父様が、ね、あんま俺見たくないわみたいな顔してたからね、もうバレバレですからね。めっちゃ見るよ、俺も真似するわそれ。え、真似しますか。絶対ですよ。絶対で言いましたね。次まつげこんなそうだよ、そうだよ、言いましたね。はい、という感じでぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。そしてこれが本当の番宣で、ゴーゴーギター広瀬玲奈の作曲ロックユー、はい、今日はチャットにあの新ゴーゴーギターさんも、はい、この雑誌の、ね、編集の方でして、はい、毎月27日発売で11月号も、はい、ありがとうございます。11月号も発売中です。お、はい、お願いします。あの似顔絵描いてみたんですけど全然似てなかったっていうね、はい、私の似顔絵描いてみました。お、かわいいでしょ。お、はい、でそんなことないよってほらみんな書いてくれてますよ。あ、本当だ、ないじゃないですか、書いてないじゃないですか。あ、おっくんさんが、いや、ベースの方の演奏が素晴らしかったです。おお、デスヤオの、あの店長さんです。増山さんです。前回も出ました、増山さんです、はい、常連さんで準レギュラー狙ってる、怖い、僕がちょっと外されるんじゃないかな。そう、もしかしたらね、頑張らないといけないかもしれないですね。来週も、はい、来週もね、出るんですね。来週も出るそうなので見てください、はい、来週28日のデスヨのイベント歌うキッチンに出ます、はい、詳しくはブログでらしいです。全然わかんない、あ、来週、あ、そうだ、来週のデスヨのイベント、前回出てた肥後千秋さん、はいはいはい、とはひろこさんもね、はい、このイベント出ますので、うんうんうん、それにね、あの我々もね出るので、はい、のでそれを詳しくはブログでお願いします、はい、あとは最後にあのテパンさんの、はい、番宣をよろしくお願いします。 ありがとうございます。じゃあバンドの宣伝、番宣ですね、
宣伝担当のサミーさんお願いします。宣伝担当なんですね。今夜、こちらの渋谷ですよで、鉄板ライブをやりますので、先ほどの演奏を見て、おかっこいいねなんて思う人いたら、はい、ぜひ見にいらしてください。先の話もどうぞ全部言っちゃってください。はい、じゃあ、近いところで、11月の12日の土曜日、同じ渋谷のラママというライブハウスで、やらせていただきます。あと、ちょっと先なんですけども、今年の12月3日、はい、1、2、3が並ぶ日土曜日、はい、鉄板史上初、はい、ワンマンライブを。おー、嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。苦節17年ぐらいですか。面白おかしいね、漫談コーナーとか用意してますので、ぜひ、楽しいと思いますので見に来ていただければと。場所はこちら、渋谷です。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 渋谷で、はい、はい、店長さんがね、ここだと言ってくれとどこでやるんですか。渋谷ですよ。はい、はい、ぜひぜひもう渋谷ですように。あとオリジナルの T シャツを作ったんですよ。お、ちょっと今物がないんですけど、タオルも、はい、ちょっとマネージャー、あ、これで来るんですね。マネージャーじゃないんですよね。犬パッチンで来るかっこいい、これ私もやろうかな。こちらですね、かわいらしい、はい、こちらカンタ君タオル500円になっております。かわいい、ありがとうございます。かわいいですね。たくさん作ったんで、はい、俺の部屋の引き出しが3つこれで埋まってます。なんとかしてください。なんとかで、ね、皆さんでこれで、ね、まあ、これで今夜のライブとかも見に来れば、これも買えるわけです。はい、CD ともありますので、はい、よろしく。今夜どこで買えるんですか。今夜、渋谷のデステオで、デステオでよろしくお願いしますね。お、ワンマン行くつもりって言って、ありがとうございます。ありがとうございます。もうやっぱりね、皆さん見てくれてるから、はい、音様危うし、なんだろう、危うし、準レギュラーですかね。それか、負けないぞ。負けないって。音様番宣、音様番宣ありますか。音様番宣ですか。まあ、番宣というか、まあ、僕に対する、ね、質問とか、はい、王様のコーナーで答えてほしいやつとかね、どんどん書き込んで、はい、これで構いませんので、はい、じゃあもう知りたいことは何でも王様にいることで、もう帰っちゃい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 何今の帰っちゃい帰っちゃいって絶対分かんないこととかね、あると思うからね、そういうのを全部王様に、はい、僕に投げかけてください。はい、投げかけて、もうすごい難しいことでも何でも知ってそうなので、何 で、はい、何でも大丈夫って言ってるので、焦ってるでしょ、内心焦ってるでしょ。恋の相談もね、そうですね、あ、それも全部、それも全部含めて、はい、あ、デセオニ GO ですねってもう、はい、マサさんが言ってくれてるので、はい、はい、デセオニ GO です。女性一人でも楽しめるライブハウス、はい、渋谷デセオでございます。はい、よろしくお願いします。ではですね、最後にね、皆さんやってもらうポーズがあるんですけど、はい、最後締めなんですけど、そうなんですよ、はい、これですか。これちょっと一部のプロレスファンしか分かんないポーズ。私が金曜の12時からは、12時からお昼はいいか、金曜のお昼はっていうので、ただみんながお父様ランチって、モニターの向こうの皆さんも、はい、そうなんです、これです。じゃあモニターの向こうで見て、はい、皆さんも見てくれてる皆さんも一緒にこのお父様ランチのポーズを覚えてください。じゃあ誰が考えてこれはね、私どこりでこのポーズ洗練されてると思った。またまた、はい、もう質問、質問もう来て、なんか夫様にもう質問が来てるそうなんですけど、はい、まあ、じゃあ、はい、終わってからちょっと確認して、はい、来週夫様がね、そのことに関して答えてくれるので、はい、はい、じゃあ皆さん覚えましたね、いきますよ、はい、金曜のお昼はお父様ランチ。